こんにちは、レオです。今回遊ぶのはワイルドアームズシリーズ第2作目になります。ワイルドアームズセカンドイグニッションです。ワイルドアームズシリーズ全部好きなんですけれども、このワイルドアームズ2はですね、特にキャラ設定と BGM が好きですね。はい、あと私の推しキャラのノーブルレッドのあの子も登場します。というわけで、また一緒に荒野を旅できたら嬉しいです。それでは始めていきましょう。ニューゲーム、新しくゲームを始めますか。はい。懐かしい。はい、というわけでシリーズ恒例になるんですが、キャラクターセレクトですね、獣士隊所属の青年と駆け抜ける逃亡者、いきなりな魔女っ子3人から選べるんですが、主人公からいきましょう。獣士隊所属の青年、どこかに向かっているみたいですね。いやー、ワクワクするなー。ワイルドアームズってなんでこんなワクワクするんですかね楽しみだ。久々にやるからな、シリーズも。隊長か。少年を人質に取った誘拐犯はこの先の旧発掘跡、通称枯れた遺跡に立てこもっているとの情報が入った。これよりミッションの最終確認を行う。獣士隊員へ。あいつか、真ん中のやつか。例の新設特殊部隊の話聞いたか。新しい特殊部隊ができると。で、今こうクッて首あった獣士隊員 B が主人公ですね。ああ、今回のミッションの活躍次第では選抜のチャンスもあるらしいけど、というわけで頑張らねば。おい、そこの何を無駄話をしている。新入り、お前の名は。はい、なんでこっちだけ怒られんのさ。というわけで今回主人公アシュレイです。現場ではお前みたいのが一番危なっかしいんだ。タイの足を引っ張るなよ、わかったか、アシュレイ。なんか怒られたわ。ついたかな。我々第3班の任務は犯人の立てこもる遺跡内に突入、速やかに人質の安全を確保するところにある。遺跡内には多数のモンスターも確認されている。各自気を抜いてかかるなよ。よし、突入開始だ。枯れた遺跡。おー、懐かしい。曲がめっちゃ懐かしい。超聴いたからな、ここの BGM。
はい、というわけでアシュレイ、レベル 1HP、フォースパワーかフォースポイントかどっちだろうこれ。2はですねクリアしたことあるんですけれども、プレイはかなり、久々になりますので、多分覚えてなかったりするでしょう。はい、でアイテムコンティニューっていうのは3回ある、ギャラは300か。アイテムはヒーレベリー、 HP は500回復、結構回復してくれるんだ。と一気ミルコインか、これがコンティニュー回数1プラスで3になってるけど、これ確か集めた方がいいんですよね。結構貴重なもんだった気がするんですけど、そんな死なないと思うからな。ちょっと貯めていきましょう。装備ロングホーン、ガンウォリアー用武器、そうガンウォリアーなんでね。でガンウォリアー用防具と頭もそうだ、そんな感じするな。このデニムジャケット、カウボーイハットっていうのガンガン決めてきてますけど、アシュレイ君、オートフォームとかいったステータス、見れる見れる見れる。でまたラックとかがあります。ノーマル、ベスト、バット、ワーストとかだっけあるのと、パーソナルスキルだ。 PS ポイント1、あこれが100まで使えるようになるのね。でバイオネットっていうものを持ってて、ショットウェポン、銃剣による射撃、主人公はねあの銃剣を使います。ショットウェポンなんだろうな、あの剣銃でもあるから、一応その弾数とか、あなんかちょっと思い出してきたかもしれない、弾数で弾数、はい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 、弾数結構アシュレイは上げた方が良かったな多分。でアクセラレーターですね、反応速度を高めて必ず先制行動、フォースアビリティいつものやつと、カスタムコマンドっていうのもある、なんだっけかこれ、ちょっとやりながら思い出していこうかなと思います。システムとかはいいかな、サウンドも、あこれしかできないのね。アイコンデザインとかある、スクリーンセーブもあったな、そういえば。あこの辺はいいでしょ、ロードもこっからできるじゃん、これ好きなんですよね私はい、進みましょう。枯れた遺跡、このところ出動回数が多くて参るぜ、こんな危険な遺跡を野放しにしているからモンスターが増えていくんだよ。もう忙しそうだな。なんだって俺たち重視隊がこんなとこまで出張らなきゃいけないんだ。なあシュレ、遺跡潜りなんてのは渡り鳥の連中に任せた方がいいと思わねえか。そうだな、彼らは遺跡に詳しいからな、緊急事態で俺たちの出番じゃないか。そうだな、にしよっか。お話せるじゃねえか、アシュレイもそう思うのならさっさと引き上げちまうぜ。いやいや亡霊は進むけどなあそう、主人公今回渡り鳥ではないんですよ、獣死隊っていうところに所属している少年になるので渡り鳥ではありません。こっちです、こっちもできる。よしよし、ここで張り切ってみたところで出世や給料には響きはしないぜ。って油断しといて、お前あれ狙ってるだろう、新設特殊部隊だっけ配属を狙ってるだろう。衛生隊員だ、任務の遂行も重要だが自分の命も守れないやつは一人前ではない。あ回復してくれる、ここで無理をしないで倒れる前にここまで戻ってこい、お前たちの命を守るのが私の任務だ。ほう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 、嬉しいね。ヒールベリーいっぱいくれたりとかはないか。なんでごまえろんで、お前はどうでもいいよなさそうだな、なんかちょっと邪魔邪魔邪魔、君じゃないんで話しかけたいな。あやっぱそういうのはないのか。じゃあこっち多分進むから、あとこれこう回せるからねちょっといろいろなんだろう、見落とさないようにしないと。周りから回っていきますか、左から行こう。もう敵出るかな、もしもバトルで倒れるようなことがあってもコンティニューすれば大丈夫だ、そのバトルに突入した時の状態まで戻るからやり直しができるのだ。便利なシステムコンティニューだけど、その使用回数には限りがある。一回コンティニューを行うたびにアイテム1ギミルコインを1つ消費してしまうのよ。1ギミルコインは貴重なアイテムだからな、の使い時は謝るなよ、コンティニューは最後の武器なのだ。了解了解、きたー4個目。どうな、何に使うんだっけな、なんかね使った気がするんすよね。あんまりマスター私方向がね分かんなくなっちゃうからさちょっと気をつけよう
っき入った情報だ。誘拐犯人グループは3人、どうやらタウンメリアの町まで出稼ぎに来ていた季節労働者らしい。ほー、犯人はもともとスレイハイム国の出身らしい。来た、スレイハイム。5年前の内戦で消失してしまったあのスレイハイム国だ。もうよく話してくれるな。お前も気がついていると思うが、最近モンスターは増えてきているだろう。不安定になるとこういった事件も増えていくんだ。まだまだ増えるぜ、こういった輩がよ。そうか、お仕事がどんどん増えていくのか。とアイテムないかな。あった、今回宝箱ちょっと豪華でいいですね。大きくてミニキャロット、これはいつものやつ。フォースゲージを1レベル分アップ。よしよしよし、この辺柵あるから降りれないか。ダッシュダッシュ。あ、これこれこれ、いつも通り丸ボタンでダッシュですけど、まっすぐしか進みません。相変わらずね。あ、ちょっと待った。よし、じゃあ逆髪に行こう。こっちこっち、ちょっと分かりにくいな。この辺は敵でないのかな。この遺跡にはめぼしいお宝なんて残っていやしないぜ。もうずっと前に渡り鳥と呼ばれる冒険者たちによってあらかた探索され尽くしているからな。ここが枯れた遺跡と呼ばれるのはそういうことからさ。そっか、まあ確かに宝探しに来てるわけじゃないからしょうがないのかな、それは。せっかくの遺跡スタートだけど。さあ、じゃあこっち進んでいこう。どうやらこの辺りはすでにモンスターのテリトリーらしい。気を引き締めていくぞ。オッケーオッケー、そろそろ出てくるな。で、あ、これ落とせフラグかな。おい、当たったあの、ちょこちょい目、闇雲に先走ったやつがそこの穴に転落してしまったの。それ誰だよ、バカじゃないか。誰が様子見に来てくれないか、見てきてくれないかか。え、落ちろってことこれ。そういうこと、すまない世話をかけるな。もうあっちはいけないし、もう落ちますか。ちょっといけそうだけど、あれもあるし、こっちや。おー、お前か、間抜けのやつは。おい、しっかりしろ、立てるか。お、新入りか。ち、どじっちまったみたいだぜここで目立った手柄でも立てて、噂の新設部隊への転属なんか狙っちまうから、このざまだ。ここで言い際回っちゃったの。入り口だけどね。無理をするな。救助が来るまでここにいた方がいい。そうもしてらんねえよ。ほら、ちょっと見ておきな。おー、音がいい。新入り、こいつは俺からの配属祝いだ。取っときな。うわー、ナイス、やった。グッズ、スローナイフ。ナイフは四角で投げることができる。さっきのようにスイッチを入れる以外にも使い道があるかもしれんな。そいつは自分で探すことだ。分かった、やってみるよ。よっしゃー、スローナイフ。えい、当たった、お前に当たんない。遠く離れた場所にナイフを投げるグッズですね。今回もグッズをこう駆使しながら進んでいきます。段差の縁に向かって方向機を入れたままにすると、おっとっとポーズを取ることがあります。おっとっと状態中に丸を押すことで段差を飛び降りることができます。段差に向かってダッシュ状態で接触すると、おっとっとポーズを取ることなくそのまま飛び降りることができます。了解了解。こうやって飛び降りるか、一気に行くか。よし、こっちはいたかね。こう、赤いビックリマークだ。誰？あ、これいつも通りですね。戦うとか装備、オート、ホーム、逃げるもある。戦うにして攻撃とオリジナルパワーも使える。あー、この辺2個なんだ。オリジナルパワーはこれとこれになるのか。あ、そうだ。これやってこれとかもできるもんね。ほー。アイテム。カスタムコマンド。ミディアムが力を引き出す。あ、ミディアムのカスタムコマンドとかあったか。覚えてないですね覚えてない。とりあえず戦いましょう。それしかできない。ステージか。なんだこれ。
マス、コウモリ、カラス、どっちかな君は。あ、FP 結構溜まるんだな。アクセラレーターとかちょくちょく使っちゃってもいい気がするな。あー、懐かしい、この曲夏いツーって感じ。よしよし、行こう。ヒールベリーですね。で、2はですね、ワイルドアームズシリーズの中でも結構な人気作で、人気作なんですけど、なかなかまあ個性のある作品なんですよね。結構こう好き嫌いは分かれるかもしれないんですけど、私はどれも好きだから好きなキャラも出てくるしってことで楽しくやっていこうと思います。おー、レベル低いから赤いのかな。あれ回避不可ですね、このバトル。また同じかステージだっけ。アクセラレーター使ってみたいな。1回ダメージ受けて攻撃すれば25いく？いくな、いける、使ってみよう。25でレベルじゃんね。アクセラレーターの一番最初に行動できます。まあこれだけなんですけどねよし、結構手に入るんだ、ヒールベリー。で、こうか、こうか、こうか。あれ？マジか。あ、ここに戻ってこれた。行ってきたよ。すでに調査済みの遺跡だからって気は抜けないぞ。この先どんな仕掛けがあるのか見当もつかないからな。そうだね。あ、一回回復しようかな。ずるいけど。回復してくれ。よし。で、あっちの左側の扉が閉まってて、ここにスイッチ、あお、新しいやつできた。コボルトですね。モンスターは、まあ、同じやつとか出てきたら、どんどんカットしてやると思います。よし、小石？小石って何だ？小石？何に使うんだ？なんだろう？小石。あ、シュートアイテム専用レベル1。シュートアイテムとかあったか。あ、でもあれだけわかるかもしんない。あの、シュートアイテムのさ、一番強いやつだけわかるかも。それはわかるかもしれん。はいはい。外部先だけどね。スイッチ入れましょう。よし、行くぞ。レベルがなかなか上がらない。あ、なんだっけこれ。あー、2ってこのジェム的なの出てきたんだっけか。3につながる部分ですかね。なんだろうあれ、何回復してくれるんだろう、全然覚えてない待って、両方いける？こっちだ。そうそう、間違えちゃう。こっち、あー、レベル2になった。よしよし。あ、そう、こっちから行こうってなったんだっけ。あ、またある。あれ、説明出てくれるかな？なんだっけ？あ、来た。淡く輝く命のかけら。ジムはゲットすることで失った HP を回復させることができます。ほー。HP の回復量はゲットしたジェムの大きさに比例し、その効果はパーティー全員に及びます。便利、そんなのあったのか。回復した？いつだ、どのぐらい減ってたか分かんないからな。回復したようだ。ん？下に来た、あ、人がいる。こ
この上の足場に気をつけろ。崩れる前兆に注意を払うのだ。うっかり落ちると手間取るぞ。この俺みたいにな。お前落ちたんか。あれ？あ、白くなった。白だともうエンカウントキャンセルできるようになりますね。よし、上に行かなきゃいけないんだな。ここあれか、下に落ちちゃった用の戻ってくるとこか。やだな、落ちるやつとか。そこ気をつけよう。人がいたとこか。そこを気をつけて、宝を取って、ヒルベリー。おお、落ちるな。あそこはダメか。危な。でも落ちないもんだな。ヒルベリー。あ、今キャンセルしちゃった。よし、こっちかね。あ、これ回復できる。よしよしよし。嬉しい。ジムめっちゃ嬉しい。ここ嫌な感じするな。なに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 、この辺りの足場は特に脆くなってるみたいだ。焦らずゆっくり慎重にだぞ。オッケーオッケー。これで、あ、なぜ、あ、いやわかんない、これちょっと待って、どれで落ちるかわかんなくないですか。このなんだろう、ブロック、ここでいいのかな。いや、待って、奥に進む。こっちは何だ。あー、よかった、宝。バレットチャージ来た。バレットチャージはアームの残弾数をマックス値まで補給というわけですね。いつも通りだ、この辺は。オッケー。よし。で、どこに行けばいいんだ。これで、上があれか。あっ、上に行けそうだね。あそこ行けそうで、待って待って、閉まってるから、あ、こっちか、こっち、あ、ちょっと待って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 、回ってけば基本落ちないかな。なんだか、あ、これスイッチか。あった、ちょっと待って待って待って、近寄んなくていいんだよ。投げれるんだから、私投げれるんだから。行くぞ。よし、めっちゃ落ちた。はい、あ、行った。行こう行こう行こう。慎重にね、焦らだった。うん、近道ってやつですよ。こっから行った方が近いぞ。はい、行こう行こう行こう。なんだかな。あ、ここは落ちるしかないのか？でも戻れなくなっちゃうね、奥に。よし。要救助者と犯人グループはこの奥だ。あ、回復してくれる。嬉しい。俺にできるのはこのくらいさ、あとは任せたぞ。ナイス。衛生隊員めちゃめちゃいいじゃん。よし、行こう。あ、これセーブポイントかな？この不思議な物体はセーブポイントと呼ばれ、あなたの冒険の記録を保存してくれます。不思議な石碑のパワーであなたの冒険の足跡をメモリーカードにセーブします。セーブしましょう。あ、中断するとかあった。これね、中断ムービーとかね、あるんですよ。2はね、そこもすごいいいとこで。そうなの。でも、まあ、後々ってことで。続行するにしますね。最高。これを取って、あ、さっき回復したばっかだからな、一回戦いたいんだけどな。出てこないかな。来た。確かレベルが上がってくるとびっくりマークが緑になるので、そうするとなんだろう、避けられるようになる。ちょっと説明後であると思うから私何も言わないでおこう。混ざっちゃうわ、他のシリーズも。HP 減なかったもん、1個。いっちゃいっちゃいっちゃ。あ、ここさっきの上のとこか。あ、オッケーオッケー。で、
なんか立体だな。立体、立体だけどさっきから。こっちでいいのか。あっちに仕掛けがあって、ここが閉まってるのかな。奇妙な仕掛けが扉を閉ざしているみたいなので、あれを押せばいいのか。あ、ちょっと待ってこっちから行くのねびっくりしたマジも。あ、そっか。で、多分下にあるから、これも普通にこれで行けんじゃないかな。落ちるから、オッケー。よしよしよし。いけ。ん？なんかジェムゾーンだ、すごい。降りちゃっていい？降りるのはいいけどさ、上がれなくなっちゃう。リター、来た来た来た。ガギゾーン、ガギ、ガギソン君にはお世話になるからな。14、結構強い。こんなだっけ見た目。あ、そういえば敵とちょっと漏れなく会っていこうかなと思ってて、ワイルダムズ2はですね、怪獣図鑑なるものがあるんですよ。ちょっとそれもね、揃えていこうかなと思ってます。はい、ウィッチメディシンで、ここですごい注意なのが、ワイルドアームズ2ってモンスターじゃなくて怪獣なんで、皆さんはい、モンスターじゃないんですよ、怪獣って呼んであげてください。はい、でウィッチメディシン、病気を回復、珍しくこまごまと整頓している私。こっち降りちゃった。敵、あ、宝宝宝。あ、腕力アップできた。アップル系はこれは力が上がるんですけど、私はもったいなくてすぐ使えないタイプだし、これからキャラクターいっぱい入ってくるから、ちょっと様子見で、貯めて後半にがっつり使うと思います、多分。はい、よし。で、手前だけかな、ここだけか。行こう、なんだ、ん、威張ったダミ声だ。なんだってこんな大げさなことになっちまうんだなんか声聞こえてきた。リーダー格、なんかちょろいちょろいやつだぞ。俺様はただつつましく誘拐なんかして、今後の生活にゆとりと潤いだな。どういうことだから。古文、そもそもその誘拐ってのがあっしらには無理だったんでやんすよ名前もついてないの、ちょっとかわいそすぎる、小物すぎるんだけど、どうするんでやんす。ガンガルの兄貴、もうすぐ獣士隊の皆さん突入してくる頃でやんすよ。ガンガルって言うんだこいつは。うろたえるのはズク、あ、ちょっと名前があった。なんとかするのが男ってもんよ。おい、ゲルグ、あいつがゲルグか。いろいろ考えるのはおめえの仕事だろうが。いろいろ考えた結果、俺らには誘拐なんて無理だってこと最初に話しませんでしたっけ。待って、なんかこんなさ、デコボココンビ、コンビじゃないや、グループいたの全然覚えてないんだけど。ダメはやる前から結論出しちまうってのかい。そんなことじゃ男が慕っちまうぜ、たくよ。もうお前ら解散した方がいいと思うまあ何にせよこっちには切り札があるんだ、逃げ切ってみせるぜ。こいつか、人質の少年か。お、俺を人質にしたって何にもいいことなんかねえぞ。第一、親のいねえ俺を誘拐して誰から身の代金をせしめるつもりなのかよ兄貴、ああ言ってますけど。ああ、夢も希望もありやしねあ、ナイスアシュレ。おいおい、
けに来た誘拐犯はあの3人だけか。うん、そうか、よく頑張ったな。少年、名前は？名前くらい持ってない。名前決められる。でもトニー絶対今回もあれですね、トニーに始まりラギオラギラに終わります。了解トニー。早速だけど協力してくれる回で、トニーはシリーズ全部に出てくるんですけども、1の時より、初代の時よりちょっと大きくなったかなって感じですかね。あ、同じ人物じゃないですよ、もちろん。いいけど何？あいつらの注意を引きつけてほしい。わかった。よし、共同作戦だ。いやいや、ようさん、よくも俺をこんな目に合わせてくれたな。本当は誘拐なんてできる度胸もないくせに。なんだと？おめえらこのガキをとっ捕まえて黙らせろ。トニーすごい。あ、ここまでおいでー。あ、そこは、あー、そこまでだ。あー、あーコントかよ。やばいやばい、なんかやばいのが。お、トニー危ない。怪獣兵器カリボスっていうエフェクトがボス戦ごとに入ります。2は危ないな。なんだかわかんないけれど、こんなことが起きるんじゃないかって気がしてたんだよ。喋っていると舌を噛むぞダメだこいつら、お助け。ほら、あんたたちも。あ、来て来て、でかっ。あいつら何なんだよ。やだ、こんなの戦うの。やばいやばいやばい。アシュレン。あ、ついちゃう。やばいやばい、尻尾が気持ち悪い。アシュレン頑張ってんな。レーダー技師隊長、遺跡内にて大型の生体反応を確認。おそらく封印されていたモンスターが何らかの事故で解放されたのではないかと。最悪なことに、モンスターから分泌される体液に揮発性の高い液体爆薬も検出されました。危ないぞそれは。隊長、このままでは。なんてことだ。遺跡内にいる隊員すべてに脱出命令を伝えろ。広範囲の爆発が考えられる以上、処理は地上で行うわけにはいかん。被害を最小限に抑えるためにも、遺跡内で一気に殲滅する。いざという時のために大型アームのセーフティーを解除しておけ。じゃあ、リニアレールキャノンの使用申請は俺から出しておく。遺跡内で殲滅ですか。しかし遺跡内にはまだ多くの隊員が残っています。彼ら全員の退避前にモンスターの外に出てしまうかもしれません。遺跡内で殲滅するためには彼らの退避が間に合いません。彼らを巻き込むつもりですか。隊長、いや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 、責任は俺が持つ。そういう責任じゃない、やめて。
あんちゃん、トニー、あー、なんで俺たちまで隊長だ。早くお前たちは退避するんだ。あとは大型アームで一気に型をつける。大型アーム？しかし遺跡の奥にはまだ多くの仲間たちがいます。そんなことをしたら できません。これは命令だぞ。逆らえば服務規定違反だ。大きな目的のために誰かを犠牲にするなんて僕にはできません。僕だけじゃない、隊長だって、ここにいるみんなだって、そんなこと誰も望んじゃいないはずです。心は一つのはずです。遺跡内に残っている仲間の撤退を指揮してください。僕だって時間稼ぎくらいはできます。いいえ、僕がこいつを止めてみせます。うわぁ、ボスキャラクターは本体と各部位に攻撃可能箇所が分かれています。本体には名前が表示されており、ここの HP をゼロにすることでボスキャラクターを倒すことができます。各部位の HP をゼロにしてもボスキャラクターを倒すことができませんが、その分の経験値ギャラが獲得できるんだ。ほー、ちょっと減ってるな。そっか、部位がカリボス右手左手分かれてるわけだね。で、部位とかも全部倒していけばいいわけか。ちょっと使えないな。右手左手倒しますか、部位から。全然覚えてない。クロスブレードクロー強いな。これはアクセラレーターショットエボンとかいける。あ、 FP も使うのか。あ、 FP 使うんだ、これ打つのに。ほー、そうだったっけ。ちょっとやってみよう。でもアクセラレーター1回分ちょっと取っときたいな、回復用に。あ、当たんない。うわー、そっか、命中率とか会場で上げるんだ。マジかよー。あと1回別に攻撃受けて平気かな。もう1回倒しちゃおう。命中率ね。レーザーブレス、痛い。おー、強いよー。で、アクセラレーターヒールフリーだな。ちょっとショットウェポン当てたいけど、きついなぁ。命中どんぐらいだろう、改造前 70% ぐらいなのかな。とりあえず右手を。てか気持ち悪いんだもん、倒れないなぁ。まだある右手な、どんぐらい HP。えい、ブレードクロー L。 あ、右死んだ。どうだろう、まだ生きてるわ。まだ生きてる。あ、一回平気か。戦おうか。見て、お、倒れた。まだコンディショングリーンになっちゃった。次回復して、あ、死んだ。よかったな、気持ち悪い動きなくなったよかったよ。もう一回打ってみようかな、ショットエコー。ショットエコー左手いけ。おお、強い。もう一回やろう。当たれば強いぞ。いいねー。
わ強い。あれ両方いけた。あ死んだんじゃね。よしよし、カツ本体のみだから一回回復しとこうかな。よしよしよし、あとレーザープレスしかしてこないからだな。これが痛いんだけどこれが痛いんだけども、じゃあショットエコー使っちゃうかな。爆発しないか大丈夫か、こんなん使ってって思っちゃうけどね強いなぁ、当たればいいんだけどなぁ。あよし、痛い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 、危なアクセラレーター、これ忘れ。はい、もっとあればいいんだけど、あと2発か。2発当たりたいな、両方とも。いけ。くっそーだね。まだ戦える。よし、ショットエボン。よし、どっちがいいんだろう。普通に戦ったのとあんま変わんないよねどうせミスっちゃうし、回復して、最初のボスなのに結構強くないがやばい。あ、ポーションベリーだ。やばいやばいやばい。うわお前ら無事かよかったね。命令を無視して勝手な行動をとってしまいました。覚悟はできています。当たり前だ。今回の件の処罰については追ってくだされる。それまでは自宅謹慎だ。いいか。厳しい。それだけですか。ああ、確かに。不服か？いえ、ありがとうございます。こうして入隊間もない僕にとって、とてつもなく長い一日が終わった。
僕は僕の考える精一杯をぶつけたつもりだ。でもそれは命令違反にしかならなかった。間違っていたとは思わない。誰だって本当は誰も傷つけたくないと思っているはずだ。求める結果は同じはずなのに、どうして人はそれぞれ違う道を選ぶのだろう。わからない、わからないな。いいさ、せっかくの謹慎処分だ。考える時間はたくさんある。